であんなに小さな起動式で運動ができるんだ。まるでトーラスシルバーじゃないか。まるでトーラスシルバーみたい。汎用型のメインシステムと特化型のサブシステムをつなぐ最新研究成果の利用。インフェルノ、炎メーザー、ニブルヘイム、どれも永久魔法師にしか起動式が公開されていない高等魔法のプログラム。まるでトーラスシルバーみたい。うん、これってトーラスシルバー本人じゃなきゃ不可能なんじゃ。意外と俺たちと同じ日本の青少年かもしれません。まさか。